魚がやばい。こんにちは、ゼロマルです。こちらはもともと餌用だった金魚ちゃんを分け合って飼育しているのですが、ここに新しく金魚すくい出身の2匹が仲間入りしました。仲間入りしてから1週間、もともといた方の餌用金魚をご覧ください。体に白いつぶつぶがあるのがわかるでしょうか。こちら魚の回線虫という寄生虫によって引き起こされる白癜病という病気なんです。こいつは成長すると水槽の中を漂い他の魚に移ると言われています。新人たちが持ち込んだのか、そもそも水槽にいたのかわかりませんが、最悪死に至る病気。水替えを多めにしてアマゾンでこの薬を購入しました。60センチの水槽なのでキャップ3杯分、水槽に2杯とろ過装置に1杯入れて、あとは願うばかり。また様子は動画にあげようと思いますので、気になる方は登録してお待ちください。